日々の大食い企画第2弾。さあ、前回からもそんなにね時間経ってないですけれども、うん、はい、今回第2弾ということで、再生数を含めもうとにかく数字がいいと、なんか X でもバズってたよね、うん、X で、うん、その食べてるところ切り抜いた動画が5万いいねぐらい、うわ、インプレッション1000万超え、1000万V プリがいいからね。そう、めちゃくちゃ見てられるのよね。ありがたい。じゃあ日々の V 振りお願いします。はい、 VTR パークパーク。パークパークだよ、もう公園公園。ズル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 、ラーメン好きで何が悪いの、ラフラフの可愛いさんと麺のこと日々のメイノです。やってきました、大食い企画第2弾。今回第2弾ですけど、ありがとうございます。前回きつかったですか？結構お腹的には余裕はありました。 あの後何か食べたんですか？はい、焼肉、焼肉食べました。あのラーメン食べた後に焼肉食べたんですか？焼肉食べました。秋葉さん、あの前回、はい、あの YouTube のコメント欄で、はい、スープ飲んでないじゃないかっていう。そうなんですよ、ちょっと悔しいですね。しかも私がその大食いの企画行った後に、結構ラフラフのファンの方、ラフリ隊の方が結構上海亭さんに足を運んでくださって、嬉しいね。みんなスープ会員するんですよ。なんか下がるじゃないですか、私の何かが。でもすごいよ。今回もラーメンです。あ、ラーメンですか？やった、もう嬉しい。ラーメン、でもここ浅草、浅草も私行ってみたいラーメン屋さん3店舗ぐらいあるので、知ってんね。ちょっと今回はなるべくスープもね、会員できたらいいなと思ってます。はい、ちょっとじゃあ、あの面白ハケもらっていいですか？面白ハケですか？急にロケの様子強くなった。あっちにラーメンがいる。ラーメン待って。すいません、日比野さん。はい、ちょっともう一回いいですか？かわいそうだよ。そうだよ、頑張ってるから。頑張ったよ。それでは、大食いラーメンのお店にドローンならぬズルン。一応もう一回言う。もう胃袋ちっちゃくなっちゃうよ。なんでそんな、ここそんな大事ですか？いや、大事大事、こういうのもいろいろ学んでいこう。大食いだけじゃなくてね。浅草はよく来ます？いや、片手に数えられる程度かもしれないです。でもラーメンやっぱ歩いてると結構見つけるし、普通に店舗としても一覧もあるし、歩いててワクワクしますね。あ、もういい香りしてるし。本当に？しかもやば、待って、ここですよね。そうです、今回のお店はこちらになります。ラーメン弁慶さん。へー、有名なとこなんだ。私が行きたかった3つの中に入ってました。へー、中華料理っぽいな。行きたかった。めちゃくちゃ有名店だし、もうラーメンウォーカーの冊子にも取り上げられてて、すする TV さんも載せてたし、でも本当にずっと行きたかったお店です。俺 YouTube、 飯の YouTube めっちゃ見てるじゃん。あ、これ見たことあるわ。何店舗かある。屋台から始まってるお店なんですけど、背脂チャチャチャって大量に乗ってる油分系のラーメン。これでも油分系え、大好き、もうがっつり食べるの大好きです。はい、胃もたれしたことない。すごい。え、これ許可取れてるってことですか？一応、はい。え、話はしてます。弁慶さんですよ。こんにちは。あの、ちょっといいですか、今お時間大丈夫ですか？連れてきた。すいません、ちょっと店員さん呼んでしまったんですけど、ちょっとアポ取りを今したくて、もしよかったら弁慶さんでロケさせてもらってもいいですか？いいと思う。やばい。かわいい。かわいい。いいんですか？だってもうアポ取りできてますから。ありがとうございます。この時間いらないです。イエーイ。あ、ケンタッキー。え、とかもうすごい、足めっちゃ脂感じますよ。いいね、滑りが、ね、老舗の感じね。油を使ってるお店っていうのが分かる。そう、これね、うまいラーメン屋はこうなのよ。今回あの食べていただく動画ですね。はい、この
チャーシューダブルのせラーメンの大盛り。大盛り、はい、チャーシューダブルのせラーメン。私いつもラーメン食べるときは特製にするので、チャーシュー5枚ぐらいはいつも全然乗ってるし、それでも替え玉もするし、米も食べるのでいけると思います、うん、これいけそうじゃない。かかってこいよ。余裕でしょこれは。そんなことするわけないじゃないですか。なんでそんな態度なんですか。え、どうした、どう思いますか。どうしたどうした、この構図。え、すごい。大盛りチャーシューダブル。すごい。盛り盛りありがとうございます。これすごいわ。花咲いてる？花咲いてる？え、麺が見えない。やっば。え、これちなみに量ってどのくらいですか？いつもだと 1.8 になる。1.8。え？あれ前回の量だけで見たら 2.5 なので、前回よりは少ないんですけど、だあっさり系じゃないから、こってり系だからたまるんだよね。いやもう、いやもう背脂ちゃっちゃちゃっちゃじゃん。えぐいなこれ。うわラーメンだな今日。いやマジだ、やばいマジで、めっちゃラーメン食べたい。いやーこれいってくれ、頼むぞ。いただきます。いけるぞ。え、すごい、待って、これ全部背脂ですか。全部脂。えぐー、ドロドロ。いただきます。あ、おいしい。背脂めちゃくちゃ甘いですね。一口目たまらないな。醤油ベースですかね。でもやっぱキリッとした感じの脂の感じがすごい感じられるというか。え、でもこれどっから食べよう。ちょっと崩しちゃおう。麺が見えない。これどうやって食べていくのが正解なんだろう。いただきます。ちょっと麺太い。いいね、いいね。すごい、背脂めっちゃ絡まってる。いただきます。麺もちもち、背脂絡むちょうどいい縮れ方。おいしい、幸せ。念願の便器をこんな食べていいんですかね。いいなマジで。いいなぁ、おいしい。あと日々の食べ方綺麗だね、これめっちゃ大事だと思う。豚チャーシュー、でもそんな油っぽくないかも。チャーシューもなんか、なんか油身少ない系のチャーシューかも。めっちゃおいしい。いや、これ余裕じゃない？いけるよ、これ。どうした？てか、なんならスープ全然ないように見えちゃう、もはや。早いんだ。いやこれいけるか。見てて気持ちいいね。鼻に背脂。言葉坂言葉坂みたいに。ごめん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 、あなたが受けるとこだったのに俺が取り行っちゃった、ごめんね。鼻に背脂、うん、何か鼻につくことがあってもよく考えてみたら嫌なことじゃないよっていう。言葉の意味言ってるんですよ。あ、意味やない。ごめん、聞いてなかった。よくなるって美味しいよ。なんか見た目的に結構背脂チャチャしてるし、やっぱこう照りがすごいからこってりしてるのかなと思ったけど、思ったよりなんか食べやすい。結構あっさりまではいかないけど、結構食べ進めやすい。いやでもこ
これ背脂使っちゃってるかもしれない。初代のガムシャラさんとかは結構その背脂でも選べる系なんですけど、あっちはどっちかというと煮干しが強いので、なんかその煮干しと背脂の香りを楽しむ系のラーメンなんですけど、こっちは割とそのベースが醤油っていうのもあるからすごい食べやすいんで、そう近いんだよラーメン出てきちゃったえ、どうしたありがとうございます。今ペンキの社長さん、あ、あ、こんにちは、え、社長さん、え、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しくいただいてます。食べれます、もう社長さんがいるならも食べきれます。え、もしちょっとよかったら、はい、あの絶対完食しようと思うので、はい、なんかラフラフのワンマンライブとかの、はい、ケータリングとか電気屋さん、それ自分たちお金払いなさい。あ、本当ですか。メンバー喜びます。メンバーもラーメン好きな子多いので。いやでも元気出るよね、ケータリングでラーメン、ありがとうございます。絶対ライブ呼びますので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。いいんですか。優しいね。ありがとう、リツイートさせてもらいます。ありがとうございます。どうしよう、弁慶さんの SNS に載るみたいめちゃくちゃ私見てたし。あれ、あれ弁慶さんってあちたまありますよね。え、マジ？ありますよね。私も SNS とか見ててあるなって思ったんですけど、載ってない。忘れてました。え、忘れる忘れてました。忘れるってことあります？ラーメンでお腹いっぱいだったんで。お腹いっぱい、このビジュアルで出れないです、ちょっと本当に。頼むんですか。大丈夫です、食べきれます。食べきれます。逆に明日もあればもっと進むと思います。頼んで食べれなかったらダメですよ。そんなことするわけないじゃないですか。あ、やばい、喧嘩だ。明日も忘れしたのに、なんでそんな態度なんですか。いや、それは日々のが正しいかもしれない。なんで平然と立ってられるんですか。それはいいだろ。それはいいだろ。あ、柔らかすぎて。え、ありがとうございます。これたまらないね。いただきます。でも本当に黄身の中心だけがちょっと固まってる、芯が残ってる感じで。あとなんかほぼ温泉卵みたいな。塩味がめちゃくちゃちょうどいい。うわ、いやー、やってんね、いってんね。30分食ってんだ。ずっと食べてる。でも止まらないね、ちゃんとずっと。あ、やばい、うん、麺が太くなってる。あ、ほんとだ、ちゃんぽんみたいになってる。うん、でもちょっと一回あれだな、甘いもの食べたいな特別にね、許可をいただいて、うん、明治さん、うまっ、うん、ふん、甘いとしょっぱいは無限だと思ってるので、今のでかなりリセットされた。うまっ、すごい生って、本当に麺が太くなってる出会った時より。出会った時油が巻き上がってくる。あ、出た。あばら骨、こっちです。こっちよくあるやつだね。横がパーンっていい、だから大丈夫ですよ。横が張っちゃうやつね。ほんとラストっすね。ラストスパート、ほんとにラストスパート。これスープも簡易いけんじゃない。うん、どうした、何、ちょっと褒めてほしい。ちょっとみんなに可愛いって
言ってほしいです。あ、これは言ってもらいたい。かわいいです。かわいいですか。かわいいです。かわいい。かわいいですか。全力で言ってあげて。本当、本当ですか。はい、かわいいですか。かわいい。思ってます。本当。いや、もっと全力でさ。かわいいですか。かわいいですか。かわいいよ。しょうこさん、声ちっちゃ。いや、でかかったよな。まあ、先に V 見せてくれよ。調整したい、こっちも。しょうこ頑張ってたよ。でも可愛いって聞けたんで、ラストスパート頑張ろうと思います。いや、でもいけるいけるいける。すごい、すごい、すごい。いくぞ、いくぞ、せーの。完食ですね。完食ですか。ありがとうございます。いや、前回よりきつかったかも。あと、もうスープもこれしかない。だからもう、あれです、コメント欄にスープ飲んでないって書かないでください。いや、そうだよ。これはもうほぼ飲んだというか、まあ、食べたに等しいですよね。等しいよ。ということで、第2弾も完食ということなので、ぜひ第3弾も応募企画やらせてください。よろしくお願いします。はい、OK です。ありがとうございます、うん、すごい、うん、お腹やばい。さすがにね。いやー、すごいんじゃないのこれ。いや、すごいね、うん、やっぱ今回きつかった。やっぱ油が後半からどんどんなんか凝固というか、固形化してきちゃって、スープも本当にあの固くなってくるような感じだったので、もうお腹が重くて重くて、人生初めて胃もたれを経験しました。そうなんだ。これ順をあれだね、最後にしてほしいね。旬をね、この後すぐ帰っていきたいのに。なんでこの後佐々木の編成会議で。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。